ようございます。おはようございます。本日はなんと1万円旅企画ということで、はい、あの1万円で旅をします。そして私とコネそれぞれ1万円ずつってことで、コネも1万円、はい、お願いします。計2万円で2人でどこまで食べできた食べできる旅できるか検証します。はい、では行ってみよう。はい、ゴー。行きの調達562円、まず飲み物ね、麦茶とコーヒーね、です。はい、行ってみよう。ございます。バックです。1040円でした。はい、ではいただきます。はい、ソーセージエッグマフィン、エッグマフィンとこれね、ハッシュドポテト、ハッシュドポテト食べますこれしか言ってない。はい、じゃまた。はい、屋台で見れました。勝ちたくなっちゃったね。勝ちたくなっちゃったね。嬉しい。キノコのタワーでございます。本物だ。うん、何買ったん？はい、ここ赤城道の駅でトマトジュースとあのこんにゃくが有名とのことで刺身こんにゃくを買いました。はい、金額は448円。はい、これを2人でこれと2人で食べて飲みます。はい、はい、きのこ漬けうどん頼みました。こちらは750。これを1人で割っていきます。開けるやつやから。どう？めっちゃうまいです。なんかさ、共同にもこういうつけるお店あるけど、うどんの、うん、それを思い出した。めっちゃうまい。もしかしてそれもここ伊勢出身なんかもしれない。そんなに言っとる？こういうスタンスでやる。うん、トマトジュース飲みます。トマト、あ、本当や、これうま、うん、そのまんまトマトって感じだね。うん、本当好き。あのコンビニとか行ってトマト買って、で家戻って食べるやん。そしたら1日のうちに買った分全部なくなる。そんなに？スーパーでいっぱい買ってもその1日のうち全部なくなる。ミミそのまま丸かじりするもんね。そう、めっちゃ好き。大体そう、大体丸かじり。リンゴとかも、ね、そうやって食べるのが一番美味しいっていうのがある。田舎娘やから。はい、以上。はい、こんにゃく、こんにゃく、ここにちょっと垂らしていい？いいよ。酢味噌ね、これ酢味噌。いただきます。うめっ。うまい？どんな味？まず酢味噌がうまいやん。こんにゃくが、こんにゃくの味なんやけど、あの普通のスーパーで売ってる安いこんにゃく刺身とはちょっと違くて、ちゃんとなんかあの手作り感ある。マダイかな、私食べるとしたら。私買いました、鮮魚 の、 あのストアがあったので、縁側2貫、うん、2貫って言うんけ、うん、とホタテとつぶ貝、はい、でトータル676円。食べてばっかりです。はい、いただきます。はい、さっき624円って言いましたけど、それはお釣りでございまして、本当は324円で縁側2貫、ホタテ、つぶ貝食べます。道の駅楽しみました。楽しみました。食べ過ぎました今から2時間ぐらい、あとあと1時間半よ。1時間半、うん、ってことは2時前、2時ぐらいか。2時ちょうどくらいに着く、はい、目的地にね。はい、さあ、はい、どこへ行くのか楽しみですね。楽しみですね。はい、じゃあ、はい、今から岩光、キャスレインズ行ってきますめっちゃ不安なの伝わってくる。なんていうの、ルインズ、キャッスル、キャッスル、なんていうの、席、ルインズなんか、はい、行きます。はい、はい、あ、あ、え、はい、おい、どん、どん、じゃん、どん、
今1時44まあ4時30分キリか感想書いてますさはいベアベア I'm human I'm human ベアやでやめませんでした熊に会わずに無事登りました、はい、霧がすごいっす、はい、あんま景色見えんね、うん、できましたできましたすっごいクリキントンと叫びながら走った帰りいっぱい人とすれ違ったね、うん、行きは、マジで熊とすれ違うかと思って声別で上げて喋っとった、うん、あね、よかったです汗ラクラクやしそれ汗雨違う、違う、霧これ霧かじゃあ目的地に向かいましょうはいおーいめっちゃ響く私の曲でなんかこれっぽい山の曲ある、うん、オールベイベー心はいつも少年のよオールベイベー変わらぬ愛で包み込んでくれる はい、はい、はい、あのね、田舎まんじゅう買ってみました半額で、これいくらやったかな田舎まんじゅう270円で買えたいや、あけび、マジで好きなんですよこれも390円めっちゃ安いで、これがちょっと高いんですけどあの、B 級品の富士リンゴいっぱい食べたいと思いますこれでもう食べるものに困りませんはい、はい、の前にあるどううまリンゴやべうま甘いうま It's a wonderful うぇい食べてみ。足湯です。足湯です。ここトラックアンドフィールドあるね。本当走れるね。走れるね。タータン。絶賛足湯です。はい。何があっても山を登ろう。山越え誰かどこへ行く恋が出る何が出るってああ今から茶屋でか600円なんだこれぶどうぶどう食べます美味しそううん、はい、慣れてきた暑さにあ何美味しくなかったうまいいやなんか雨だけど気持ちがいいですね。ね。じゃあ無料の温泉に入ってきます。はい。すごい良かったです。めっちゃ暑かった。だけどあの中のお姉さん方がいろいろしてくれてね、いっぱいかけたら。しべしべになったよね。うん。最高。最高。
温泉卵食べます。草津の1個140円で280円。美味しそう。はい、いや、ね、食べるの、うまうまい、パパにやって、うますぎ、いただきます。うまっ、はい、どうぞ。うまい、うん、これでいただきます。じゃあまずはねぎまから。1本180円で4本で720。あれね、5本入っ、サービスしてくれた、ありがとう、言っとこ。いただきます。うまっ、うまっ、うまい、うん、全部食うなよ。でもネギマもこあるから全部食べる。あれ、二人でこんなでかいテーブルなにこっち側に寄って入ってます。はい、今ゆで餃子とアルシパンと茶来ました。これで多分お腹いっぱいになるよね。こぼれそうで、これほら、うまっ、スープねえなこれ、うん、めっちゃうまい。こぼれそう、いただき、一旦そのまま上がる、はい、あと何もつけずに、うん、うん、うまい、ね、あ、すごい。すごい。オーマイガー。最高。やっぱハムコシ？じゃん。これマジでチャーハン優しい味するよ。あと温泉入って寝るだけやな。すごいのこれ。すごいよ。なんか初めて食べたこの味。酒酢？なんか何言うのこれ。何何よ。お疲れ様でした。今フィッションに入って、コネットセッションできた、動画撮るできた、景色撮る、うん、まあ霧雨の中撮れた、一万円試する、続行中、温泉に入るできた、水吹きの壁できてないだけです。
達成しましたね。ブルースターは覚えてんじゃん。いや、まだ曲ちゃんと全部は覚えてない。あ、そうか、うん、あと3曲覚えてないし、なんか後半ずっと運転してたんで、あの明日も楽しみましょう。はい、今から車の中に寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。が車に入ってきて寝れなくなって移動です。はい、はい、行きます。はい、終わり。食べます。お、リンゴの先っちょにまたちっちゃいリンゴついてるみたいな。本当や。終わり。外めっちゃ霧すごいね。霧すごいし、隣に寝とったバイクの空が来てブブブブブって寝れねーって言って寝る。おお、散歩来たね。あれこれ。チャイだね。あの甘みなしで、なんかゆずっていうかそういう柑橘系の味するぞ。ちょっとこれどっから取っても絵になるな。うん、私どっから取ってもお笑いやな。うん、うん、チャイやな。なんかゆずの香りというか、うん、チャイやな。うまいな。買いました。まずネギ味噌せんべい、そしてあのいっぱいお店のママさんがたくさん試食させてくれて、めっちゃうまかったから、うまかったものを買いました。全部美味しかった、本当に。これ何？これはね、ザーサイのなんか秋クラゲって書いてあるけど、美味しい。ちょっとピリ辛のね。ピリ辛。これ美味しすぎて小熱全部食べた。半分こしてる？半分こないけど、もうちょっとで、これはもう本当に一目惚れ。食べた瞬間美味しかった。だからすぐ絶対買うと思った。うん、あとこれ今からコネと食べる。はい。いただきます。えい。ポン！到着しました。ポン。太田。おー、たたたたたた。今日最後のご飯になるかもしれん、はい、ですけど、黒焼きそばとおこわと、草餅を買いました、はい、これは360円、260円、325円全部で1000円いかなかったです。はい、楽しみます。はい、いちご行ってきます。ケツ濡れたやろ。あ、濡れてない。行けた。嘘。あ、目の前にあるのが花の丘ふれあい橋、うん、が次はニコニコ橋。耳はキラキラ星。キラキラ星。キ
キラキラ橋。キラキラ橋ね。うん、なんて？なんて書いてある？青空っぽい。青空橋。西新井青空橋。青空橋二人とも外した。外れました。じゃあ次にかけてみよう。はい。これふさふさ橋。仲良し橋。ちょっと待ってちょっと見えたんや。本当はごめん。仲良し橋。ね、いやよね。せこされた。どうも正解できずに終わったね。はい、終わりました。はい。はい。着きました。帰ってきました、はい。今からフラワーガーデン行って終わりです。はい、ゴプレゼントでもらいました。大切にしまってます。一番の旅無事終了しました。はい、本日は本当に全部使い切りました。はい、ガソリン代も含めるとね。はい、はい、で、これとやりたいことをここに書いたんですけど、一番の旅する無事 OK、はい、で温泉に入れました。めっちゃ高温でした。で、これ湖ね、湖に浮かぶの浮かぶも感じ違うけど、浮かびました。はい、で、コネとセッションもできました。はい、でブラスターの曲覚える、コネが運転してる最中にここでやって覚えました。グルージュの曲覚える、覚えました。綺麗だけして乾杯する、一応したような気がする。動画には収めてない。もしこれできてなかったらまた次回ということで最高の旅でした。ありがとうコネ、ありがとう、また行こうぜ。おい、ではバイバーイ。はい、ハメー。